こぶしプロダクションさん、ありがとうございます。スニッカーズで監督していたものです。あ、お疲れ様です。撮影本当にありがとうございました。これからも応援しています。ありがとうございました。すげえね、こだわってこだわって撮ってるなっていうのが伝わってきてね、真剣にやんなきゃと思ったし、その、ね、高校生たちが、その、俺がラップしてるシーンで、その監督に、いやみんなさ、同級生がいきなり呂布カルマになっちゃったらどうみたいな。どうみたいな。ショックという、そのリアリティを出さなきゃダメだよ、みたいな。ぼーっとしてる瞬間ないはずだからね。クラスメートがいきなり呂布カルマになっちゃうんだよ。そのリアリティを忘れちゃダメだからね、と思って。演技指導されてて。まあ、演技指導っていうか全体にね。むちゃくちゃやろ、みたいな。そんな時ねえだろ、一回もと思って。むちゃくちゃ高度なことを要求されてるなと思いながら見てましたけどね。面白かったですね。